大連人民文化クラブは中国大連の中山広場にあるコンサートホール劇場で演奏会、劇、バレエなどの文化活動に使用されている。12月の大連人民文化クラブは毎年一番忙しい時期でたくさんの風船広告が立っている。大連人民文化クラブの歴史は次のようである。1階は600席あり、2階は400席で、 合計戦績があり、大連市の中心部である中山広場にあり、内外の人々による演奏会、劇、バレエなどがここで公演されている。大連市では次のようなコンサートホールが使われている。このうち2006年に完成した大連開発区、大劇院が一番良いとされているが、大連市外地区から離れているので、特に有名な外国から訪問する公共楽団。 バレエ団の公演は、大連人民文化クラブで行われる。大連電子大のオーディアトリアムは、通常の録画演奏会以外に、春節、中秋節に、外国人向けの無料音楽会によく利用されている。外国からの重要な公共楽団などの演奏会には、市長、当初期などの政治的リーダーがよく参加する。アンコールの最後には、ラデツキー行進曲が演奏され、 みんなの拍手の中をリーダーたちが退場する習慣がある。百度百科、大連人民文化クラブロビーに飾られている、大連人民文化クラブ関ケから大連百科、大連人民文化クラブアーカイブド2008年12月26日、アットザウェイバックマシン、大連開発区大劇員の紹介、ありがとうございます。